ジャンニ・バッティモ1999年。ジャンニ・バッティモは、イタリアの美学者、哲学者、政治家。ピエモンテ州鳥の生まれ。鳥の大学にて、ルイジ・パレーゾンの下で哲学の学位を取得。1959年に、同大学卒業。ハイデルベルク大学のカール・レービットとハンス・ゲオルク、ガダマーの下でも学んだ。その後、 鳥の大学にて1964年に助教授となり、1969年に美学教授、1982年に哲学教授となる。また、アメリカの多くの大学で客員教授を務める。イタリア急進党やわずかの期間存続した左翼民主党での活動の後、イタリア共産党に入党する。1999年にヨーロッパ議会議員に選出。 形であり、ニーチェの神の死の意味でのニヒリストを公言している。なお、同じくパレーゾンのもとで学んだウンベルトエ子とは、哲学上の立場をことにしつつも、無二の親友であるという。弱い思考として、世界的に知られるバッティモの解釈学は、すべては解釈に他ならないというフリードリヒ・ニーチェに端を発している。これは、理性的統合的主体に根ざした。 客観的真実なるものを強調するモダニティの根本的確実性を放棄し、形事上学的構造は力のタワー群れに過ぎないという芸術により近い多面的概念を要求する。そしてマルティン・ハイデッカーの強い影響下で絶対的な起源や基礎付けを求める強い思考を批判し、そのような強さを求めない弱い思考を提起し、多元性、 再生を積極的に引き受けようとする。しかし同時に、無再現な相対主義や伝統なるものへの回帰を叫ぶ、反動主義を現実の人を規制を忘却するものとして批判することも忘れてはいない。バッティモは、理性や現実の唯一無二のいかなる超越論的構造をも拒否するが、これは、真実の喪失を意味するわけではなく、そうではなく、 紙平の開示というハイデッカー的な真実を意味している。哲学はゆえに、不定の問い多い、アクチュアリティの存在論であり、それぞれある哲学の歴史的、文化的つながりによって確認されるのである。バッティモの思想は、同じく、ハイデッカーの強い影響下にあるジャック・デリラや、エマニュエル・レビナスと近しいものがある。しかしあくまでも、解釈の多元性と現実の非同期性を引き受ける、 バッティモは、デリダやレビナスの思想を、現実の多くの媒介を忘却して、全く他者との垂直の関係を呼び戻してしまったという点で、批判してもいる。また、ユルゲンハーバーマスの、無再現のコミュニケーションによる社会の透明性への、気球も、そのような無再現のコミュニケーションは、実は透明性をもたらさず、逆に不透明さと混迷をもたらすだろうとして、批判する。とはいえ、 バッティモはそこから逆に、そのような不透明さこそが、現実の多元性へと目を開かせてくれるものとして、積極的に捉え返し、透明なコミュニケーションという、ユートピアではなく、複数の解釈が織りなす、ヘテロトピアという視点を提示する。キリスト教解釈に関しても、弱さすなわち、原理としての脆さに注目している。2004年に左翼民主党を離党すると、 その企み投げ的原理の積極制裁評価と共産主義思想への回帰から、また弁償法的に彫刻すべきソビエト的展開を取り除きつつ、バッティモはマルクス主義を肯定する。この新しい選択と弱い思考度の連続性を彼は主張するが、それゆえ多くの彼の考えを変える。共産主義の現実的な性質を示す。 イデオロギー的基礎としての弱いマルクスについて彼は述べるのである。この新マルクス主義的アプローチは、それゆえ弱い思考を政治的視界の枠組みの中へと実践的に発展させるものとして現れたものであった。サンティアーゴザバーラとの共著になる彼の2冊目の政治的書は解釈学的共産主義ハイデッカーからマルクスまでである。著者は、 解釈学的共産主義について、この書において、こう説明する。ここでの素材はこれまで、これまで公開されなかったものの、二つの著作がこの書の、観光に決定的な役割を果たしている。ジャンニの、この共産を見よ人はいかにして、本来の人になるか、とサンティアー語の、存在の残止、刑事上学以後の解釈学的存在論が、その二つの書である。前者で、 パッティモは共産主義再評価の政治的必要性を強調し、後者でザバーラは解釈学の進歩性を主張した。解釈学的共産主義はこの二つの根本的発展とみなすことができる。ありがとうございます。